ガキとかです。報告です。お願いします。今日は力んでもらいます。あ、なんでかっていうと、はい、まあ、スーパープレイというか、はい、ルプレイ。おープレイ、おー、できたらかっこいいっすよ。なかなか見ないですけどね。もう2人じゃできないから。まあそうっすね。ちょっと助っ人呼んでます。おお、どうぞ。素敵なおっさんたち、3時の昼間から遊んでるおっさんたち。野球愛してる。仕事旋回みたいな。何して働いてるの？あ、もちろん働いてます。今日はですね、あのトリプルプレーをやりたい。テーションはノーアウト 1,2 塁でサードに強烈なゴロ でファーストのボール到達、打った瞬間から到達までできれば4秒以内じゃないとバッターランナー入っちゃう。これランナーです。俺がノッカーだから俺の分身みたいな。確かに。じゃあやってみたい。頑張りましょう。切りました、ね、いくつだったんですか？いや、でも 3.88 ですよ。プロのバッターだったらルイター4秒かからないから、その4秒切るというのが前半です。あ、お見事です。やっぱこう、早く投げるのに下半身早く使ったら早く投げれるよ。そうですね、違います。ね、違うでしょ。でも、トリプルプレーで打球がいかに大切かっていうか。そうっすね。わかる。ちょっとずれるとそもそも時間かかる。大成功ということでね、終わりたいと思います。終わりたいと思います。トリプルプレー。トリプルプレー。トリプルプレー。再現してみました。はい。以上です。よっしゃ。よっしゃ。